J1 リーグ初優勝目前のヴィッセル神戸が盛り上がりを見せる中、 OB で元日本代表の牧野智明さんが神戸市内の小学校を訪れ、児童たちに食事の大切さを伝えました。体育館で待機する神戸市立伊吹の丘小学校の児童たち。サプライズで登場したのはヴィッセル OB で現在は球団の PR 活動などを行う牧野智明さんです。このイベントは J1 リーグ初優勝に向けて奮闘するヴィッセル神戸を盛り上げようと神戸市教育委員会が企画したもので、牧野さんはおよそ630人の全校児童を前に夢を持つことの素晴らしさやしっかり食事をとることの大切さを伝えました。目標、夢を持ち続けることで努力することを忘れないようにして、そのためには何が大事だっけ、食事をとっていろんなアイデアを求めて大きな体を作ろうね。その後6年生の教室を訪れた牧野さん、どんどん食べてほしいという願いが込められた牛丼丼などヴィッセルと子どもたちの成長を応援する特別メニューの給食を子どもたちと楽しんでいました。食事の大切さをたくさん知ったし、初めて会えて嬉しかった。お菓子とかをいっぱい食べすぎてしまってた時とかがあるので、そういうとこは気をつけていきたいです。絶対ヴィッセル優勝するので頑張ってくださいっていう気持ちになりました。みんながね、そうやってチームと一緒に強くなるとか成長するっていう意味では大切な、出会いがあったかなと思います。はい、子供の時から食事の大切さっていうところをね、知っていろいろ食べてほしいなと思います。ヴィッセル神戸応援給食は神戸市内すべての小中学校と特別支援学校で1日限定で提供されます。